にちは、リョークバーバです。今ネットバッグっていうか模様をですね、パイナップル模様をちょっと入れて編んでるんですよ。大体もうネットバッグ風なんですけどね。こんな感じで今編み進めています。円丸底、丸底から始まって1、2、3、4、5、6、6段増やし目してるんですよね。6段増やし目して7段8段はそのままの増減なしで編んでいます。そこから模様編み、パイナップル模様編みをこう編んでるんですよね。なんでね、こうパイナップル編みにしようかなと思ったのはですね、もう昔々ですね、母がレース糸の白でこのパイナップル模様の今でいうエコバッグみたいなね、手提げを作ってたんですよ。それがすごく素敵で、もう長年母もね使っていて、もう母も他界したんですけど、まだ他界する前にうちの長女がね遊び行った時に、ばあちゃんこれ素敵ねって言って、そのねネットバッグ、パイナップル模様のねレース糸で編んだバッグ、手提げバッグを褒めてたんですよ。そしたらうちの母がね、じゃあ持って行っていいよって言って、使っていいよって言ってその孫にくれたんですよね。それで孫が喜んで、孫というか長女が喜んで持って帰ったんですけど、いつかもう母が他界していつだったですかね、何年前だったですかね、私のところに持ってきて、お母さんここがほつれてるんだよねって言って、ちょっと修理してよって言って、ほつれてもねなんか修理してね使いたかったらしくて、それでまあ私ができる範囲でね白のレース糸で補修してあげたんですけど、今使ってるどうかはちょっとわからないんですけど、もうすごくそのねそのパイナップル模様で編んでたその手提げバッグなんですけど、それがすごくこう頭に残ってて、いつか私もねこのパイナップル編みで模様のね編み方で何かを編みたいなと思ってたんですよね。そして最近こういうほらこの糸では最近通帳入れとか編んだんですよね、ひまわりをつけて。でこの糸細いんですけど、太く編みたいときはね2本取りで編んでしっかりするし、1本取りで、今回は1本取りで編んでるんですけど、レース針のそうですね20番ぐらい の太さなんですよ。それで1本で編んでもしっかりしてるし、あいいなと思って、色もね可愛いし、ピンクで可愛いし編んでるんですよ。それでまあ出来上がりがね楽しみなんですけど、そのこのパイナップル模様もね編み方もいろいろこうネットで調べて、もう初めて編むんですけど、ネットで調べて編み方をこう見ていたんですけど、同じように編んでもねなんかいろんな今問題がありますしね。だからもう自分のオリジナルでちょっと編もうかなと思って、四苦八苦してもう何回ほどいたことやら、もうそこ今はこの底の編み方に収まったんですけど、もうそこからそこの辺からこのパイナップル模様を編み出して、いや違うなって言って、もう本当何回もほどいて、でもこう何回もほどいた割にはねこの糸しっかりしてるんですよ。まあ浅い糸なんですけどね、何やったかな、これはフルーツラミーの麻なんですよ。麻糸でねこういうピンク系とか水色系、それとこのベージュ系なんですけど、可愛いからちょっと3色買ってたんですけどね。で宿泊してやっと今この模様にたどり着いたんですけど、丸底を編んで脇からこう立ち上がるときにパイナップル模様を
何個ですかね、1、2、3、4、5、6、パイナップル模様を6模様こんなして今編んでるんですよね。もうか頭でない頭で考えながら編んでるんですけどね、なんとなくこうパイナップルの模様ができてきたかなって感じで、これからまたね編み進めたいと思うんですけどね。かぎ針は3号、かぎ針はあのでいつも3号とか5号で編んでるんですけど、これはもう1本取りだから3号で編んでるんですよね。考えながら編むんだからなかなか進まなくて、図面も何にもないからね、自分で考えて今ちょっとしてるからなかなか難しいですね。このパープルのこれが編み始めで、今ちょっと色も違うんですけど、周りがこうパイナップル模様の一番もう先の部分、一番先の頭のところを今こう印つけてるんですよ。でこの後どうするかなと思って考えたりしてるんですけどね。少し編んできました。最初の、パイナップル編み、パイナップル模様をちょっとこことここが最初なんですよね。して終わってからパイナップルの一番先が終わってから、あの次のこことここのパイナップルの中間にあのまた編み始めました。こんな感じでね。分かりづらいですけど、ちょうどこう交互にね編み始めました。それで編む目数とか自分でもねしっかり確認しながらこうね編まないと間違うので、ちょっとね図にちょっと変えてみたんですよ。こんな感じでね、パイナップル模様をピンクで描いて色塗って、パイナップル編みのすぐ隣の鎖編みは3目なんですよね、両方。そこを黄緑色で塗りつぶしているんですよね。そしてあとの、途中の5目の部分は青色で塗りつぶしています。でここの青色が5目ですね、鎖編みで、黄緑色が3目なんですよね。そしてパイナップル編みのこの鎖編みは4目なんですよ。ここ4って書いてみますけど、鎖編みはパイナップル編みの鎖編みは4目で、両隣の鎖編みは3目で、他は5目で編んでるんですよね。それで今ここの段中間のここからずっと今編み始めているんですよね。それで編み始めて鎖編みを3段今してるんですよね。3段目をしています。やっぱり買い取ってよかったです私もちょっとあれと思ってこれを見ながらね今編んでるんですよ。1、2、3段、あもう4段目になりますね。ここ1、2、3、4、5、そしてここに止めて1、2、3、3目して、もう4段目というか、ここのこの今からこの1、2、パイナップル模様の鎖編みの3個ある部分を今から編み始めます。編み方はねもう説明したって分かりづらいの で4、パイナップル模様は鎖編み4目ですね。そして
して鎖編みを3目して隣の鎖編みに閉じて1、2、3、4、5鎖編みを5目して青い部分です。今5結局はあのネット編みの中にこうあのパイナップル模様がねあるっていう感じですね。パイナップル模様もいろいろね編み方がありますよね。私はあのなんとなくパイナップル模様があるかなっていう感じで今編んでますよね。あのパイナップル模様のこの模様の両脇にこうあの長編み、長編みみたいに長編みのこんな感じ、こんな感じでこう両脇こうするとはっきりねパイナップルの模様が浮き出てわかるんでしょうけど、なんかあんまりこう自分でこう目数を考えたりしてたら、それもやってみたんですけどねちょっと無理でした。だから私はもうネット編みの中にパイナップルの模様がこう本輪か入ってる感じで今編んでます。なかなか自分でこうね目数を出してするのは難しいですよね。間違ってそう。間違ってますね。1、2、3、4鎖を編みを3つして止めて、ああ間違ってます。ここまた今からほどきます。今間違ったとこまで戻ってきました。ここをゴミしてるんですけど、このパイナップル模様のすぐそばは鎖編み3目でした。鎖編み3目して鎖編みを3目してこの鎖のところに閉じるんですね。そして5目です。3、4、5、そして1、2、3、気づいてよかったです。ここは4目ですね。パイナップル模様は4目。ですね、最初パイナップル模様をこう編むときに両脇は3目ですよね。鎖編みしてあとが1、2、3、4目、4目というか4つ模様がこう鎖編みの5目が4つあるんですけど、して3つ2つ1つになりますよね。ここでそしたら次はこうまた増やしていくんですよね。4
4321、そしたらまた12345、5まで増やすんですよ。5模様までこう。そしたら今度は5目が5つある鎖編みの中のちょうど真ん中、ここから次のパイナップル模様編みをするんですよね。そういう風にして考えてしました。だからここに合わせてこの辺でこの辺で目をちょっと閉じるところを変えてるんですよね、ちょうどここで。だから一番下の1、2、3段目、4段目まではいいんですけど、5段目を編むときはこう編みますよね、4つ。そして鎖編み3目したら下の段の3目のところに閉じるんですよ。そして鎖編みを5目して増やすんですよね。この模様を2つに増やすんですよね。そうしないと増えていきませんので、ここだけ、ずっとこの後もずっと3目のところで閉じていくんですよね。最初はこう 鎖編み5目のところでこう閉じてますよね、ここね。だけどここの頂点になって1つになった時にその次の段が増えていくので、止める場所が3目、ピンクのところから鎖編み緑になって、ここ止めるときに下の段の3目のところにずっとこう末広がりでいくときは鎖編み3目のところで閉じていくんですよね。そしたら1模様ずつこの青い鎖編みが増えていくので、そこをちょっと気をつけて今編んでいました。そこを間違ってたんですよね。こんなして図に書いてても間違いがあるんですよね。よっと見て編まなければね。こんな感じでちょっと自分の三日図書いたのを図を見ながら今ちょっと編んでるんですよね。編み上がってしまってからもう一回こうこの図の通り編んでみようかなと思います。でまた今日はここで終わりますけど、次はどうしましょうかね。編み上げてしまうかちょっと考えておきます。今日はこの辺でちょっと終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。